Hey, おやつタイム。おやつタイムですよ。前にね、あげたやつの鶏ささみバージョン。で、これもね、いただきもんですが、今日ね、あげてみたいと思います。そわそわしてますね。ね。あ、すげえ、これすげえいい匂いするね。いい匂いするね。アップになってた。はい、ゼラチン系のやつですね。チュールみたいな液体ではなく、ちょっと固めてあるやつです。あ、落ちた。ペロペロ食いのライスくんにはちょっと食べづらいかもしれませんが、噛んで食べる系の猫ちゃんは食べやすいかもしれないですね、チュールよりも。はい、うん、皿に出してあげるか。はい、どうぞどうぞ。ちょっと皿汚いけど。はい、どうぞ。はい、どうぞ。取りづらいね、絶妙に。ライスクはこういう塊系というか、自分で噛んでこうほぐしながら食べていくっていうのは相当苦手みたいですね。嵐先輩みたいに全然関係なく食べる猫は良さそうですけどね。あ、食べてる食べてる。
はい、ちょっとねライス君まだ食べてますが、まだね3分の1ぐらい残ってますね長いで、これ結構あれですね、おやつとしてあげるにはいいかもしれないですね。あのチュールみたいな液体だと、すぐねペロペロ舐めてなくなっちゃうんですけど、こうやってね皿に出してあげると、まあ多分猫によって結構違うと思うんですが、ライス君の場合にかなり時間かかって食べますんで、なんつうのよく噛むことによってこう満腹中枢を刺激して満足感をね得られるという効果もあるかもしれません。多分これあ残すんかよお前残すんかい、食べるのめんどくさくなっちゃった。うん、まあでも残すということはまあある意味では満足したということでもあるのかなと思いますので、はい、なかなかにこれいいかもしれないですね。はい、ただこう手からね出してあげるっていう揚げ方だとちょっと揚げづらいんで、まあその辺は今工夫が必要かなと。先にこう揉んでドロドロにしてあげればいいかもしれないですね。はい、そのまま出してあげるとこういう感じでね途中で飽きるという感じのようなので、はい、まあ、そんな感じで今回は、はい、こちらのねピュアスティックを揚げてみました。鶏ささみ味でした。はい。